自民党の5つの派閥の政治団体の収支報告書に合わせて4000万円ほどの収入が記載されていなかったとして東京地検特捜部が担当者から任意で事情を聞いていることが分かりました。 自民党の政治団体の収支報告書に未記載があったとして、東京地検特捜部が関係者に任意の聴取を行っているとの一部報道があります。事実関係と自民党総裁としての受け止め、今後の対応について教えてください、はいえー、っとまず、まあ、報道については承知しております。ただあの、まあ、捜査のの個別の、まあ、活動について 政府のの立場かららコメントすするのは控えなななければいなないと思いますただ、一般論として申し上げるならば、政治資金の収支報告等において指摘があるならば、それぞれの政治団体において責任を持ってそれを点検し、そして適切に対応するべきものであると考えます。 それぞれの政治団体において対応されているものであると考えます。